こんにちは、マナブです。今回は人生は運ゲーであるという話をしていこうと思います。で、2016年僕の月収っていうのが月5万円ぐらいだったんですけど、2018年は200万円まで伸ばすことができました。この経験から人生の勝率っていうのは行動かける運かける波乗り、この3つの要素で決まると思いました。例えば、今トップの YouTuber って月収5000万ぐらいいくらしいんですけど、これってもう努力じゃ絶対に到達不可能な域ですよね。じゃあ勝率を上げるために、行動と運と波乗り、この3つの要素をコントロールしていくんですけど、とはいえ運っていうのは、その言葉の通り運なので、これはコントロール不可能ですね。なので、運の良さっていうのはもちろん大切なんですけど、コントロール不能なので一旦放置しておきます。というわけで残ってくるのが、行動と波乗りですね。で、行動っていうのはもう基本的にいろんなことを、新しいことにどんどんチャレンジしていくっていう行動の回数です。で、これを増やしていけば OK です。で、波乗りに関しては時代の流れに乗ることですね。で、じゃあ例えば具体例なんですけど、で、2017年、18年って仮想通貨ブーム、あとプログラミング学習のブームも来ていて、あと副業ブームっていうこの3つがありましたね。で、僕はこれ全てに乗っかりました。で、仮想通貨は説明するまでもないと思うんですけど、プログラミングに関しても最近ってプログラマーがすごい不足していて、で、プログラミングスクールっていうのがすごい乱立してますね。で、それを紹介するブログを僕は書いてまして、で、そこから収入を得ています。で、あと副業に関しても、政府が副業解禁みたいなのをして、で、最近だと副業ブームみたいなのが起こってますね。で、ここに関しても、じゃあどういった副業がいいのかっていうので、僕はブログだったりアフィリエイトをやりましょうっていう情報を発信しています。で、ここから収入が入るって感じですね。で、こんな感じで世の中にはトレンドっていうものが存在してるんですけど、じゃあこれをどうやって見つけるかっていう話ですね。で、ポイントは2つあって、で、1つ目が政府の発表ですね。で、2つ目が市場の伸びです。で、例えば、副業ブームに関しては政府が副業解禁っていう発表したので、これが圧倒的に後押しをしてます。市場の伸びに関しては、例えばプログラマー需要っていうのが今足りてないっていうのは、データだったりをググるとすぐに出てくるので、こういった感じで将来的な需要の伸びとかっていうのを予想できます。で、こんな感じで、基本的には常に行動っていうのを繰り返してないといけないんですけど、それとセットで時代の流れっていうのを意識すると、勝率をかなり上げやすいんじゃないかなと思っています。で、例えばこれから先の話をすると、2020年に 5G っていう技術が出てきて、それで通信速度が爆発的に上がります。ってなってくると、動画の需要だったり、あと VR っていうのもどんどん伸びていくと思います。で、それとは別に最近 e スポーツっていうものも流行っていて、で、このあたりも日本にもっと浸透して伸びるんじゃないかなと思っています。なので、このあたりで稼ぎたいっていうふうに考えている方は、日々そういったところで情報を収集しつつ、じゃあその市場で自分はどういった価値を出せるのかみたいな。で、僕の場合はブログで情報を発信するっていう方法を選んだんですけど、例えば e スポーツだったら、プロのスポーツプレイヤーになるのもいいですし、あとは、自分で e スポーツチームを作ってみるでもいいですし、e スポーツの情報をまとめたウェブサイトを作ってみるとかですね。こういった感じでいろいろチャンスは転がっているかなと思っています。はい。で、この次に運ゲーで負ける理由っていうのもお話ししようかなと思っていて、で、結論から言うと、自分のために行動しないとダメですね。で、なんでかっていうと、例えば会社とかでいくら成果を出しても、それって結局はもう会社のオーナーの利益になるだけだからです。で、例えば具体例として、売れてる営業マンとかって月数百万みたいな売り上げを出すと思うんですけど、結局給料って30万とか40万とかだったりしますよね。で、そのじゃあ差額はどうなってるかっていうと、全てオーナーに流れていくっていうことですね。なので、株式会社で、会社員として働くっていうことは、それはつまりオーナーのために働いてるっていうことになります。なので、要するに、独立しましょうっていう話なんですけど、とはいえ、いきなり独立したりすると、リスクもあるし、収入も途絶えるし怖いみたいな話が多いと思います。ただ、この資本主義の人生ゲームみたいなのを攻略していくためには、結局自分のために働いていかないと、ずっと
死ぬまで労働し続けるみたいな人生になっちゃうので、でとはいえ今だったら、まあ、例えばこんな感じで YouTube を自分で撮ってみるでもいいですし、まあ、僕はブログを書いたりもしてるんですけど、それでもいいですし、あとはアフィリエイトを始めてみるでもいいですし、まあ、そういった感じでほぼノーリスクで始めることができる事業っていうのもたくさんあって、でかつそういったものって利益率もかなり高かったりします。で結局自分でビジネスを作って自分のために働かないと、いくら成果を出しても結局は会社に吸収されちゃいますよっていう話です。はい、というわけで今回は以上となります。で人生は運ゲーなので、勝率を上げるには行動の回数、あと運、そして波乗り、この3つの要素を高めていくことが必要ですっていう話です。というわけで今回は以上です。もしよろしかったらチャンネル登録してもらえると嬉しいです。